初めて超級に挑戦するあきみろです。はい、三国志 4PK 続き遊んでいきます。前回はね、王老軍を滅ぼすことができました。今回はまあもうすでに攻めてるんですけどね、孫策軍ではなく孫成軍攻めていきます。高陵にいるね、長領たちで慶南攻めていき、海景にいる芝居たち、もう高架まで移動させて、高架から上陽に攻めたいと思います。まあ、ここまで来ればね、もうちょいでもう深夜まで行けちゃうんですよね。そしたらもう円攻めてもいいかな。まあ、長老軍とも隣接しちゃうんですけど、まあいいでしょう。あと、ジョナンもね、今、からしろなんですけど、どっかのタイミングでここ、一気にね、人数多く攻めて、民中制度を上げまくって確保したいですね。劉備様たちは相変わらず高能にいますけど、ここ人口がもういなくてね、徴兵できません。なんで、長安から攻めてきた時に、武将捕まえられたらいいなぁとは考えてます。まあ、一応、洛陽と巨匠でね、徴兵は続けているんで、徴兵で溜まった兵は、高能にどんどん輸送していきたいと思います。では、早速ですが、高陵から長沙に攻めちゃいます。輸送じゃない。戦争、調査、ここは兵が1万ぐらいしかないんですけど、武将が多いんでね、もうたくさんゲットできちゃうんじゃないかなと思ってます。孫成軍はね、武将がいっぱいいるんで、それをどんどん確保していきたい。これどうしよう、強い武将を連れて行きすぎかな。ちょっとテイクにしよう。各愛とかにはちょっと守ってもらおう。もうサブ武将っていうか副武将もいりません。長領、加工トン、加工園、長江、テイクの3000ずつで出陣します。圧石者持っていきます。金は3、いや4000ぐらい持ってっか。兵糧は1万5000ほど持っていきます。兵力は互角って言われてますね。大守は心配さんにしとくか。援軍どうしよう、蔡宗から出してもらうかって言っても微妙だな正直。コーランを対象にして出すか。15000で行こう。調査完了せい。いきなり攻城戦となりました。相手は3部隊。お、1部隊5000とか結構部屋あったけど、他は大した数じゃないな。倒せるやつから倒そう。今回はね、突撃使っていこうかな。打ち取っちゃったら、打ち取っちゃったで構わんぐらいの勢いで。お、長領に混乱能力が備わりました。長所怖いことしてくんだ。余飯も怖いことしてくんだ。よい、なんか今、怪我したか。回り込んで攻撃、みんな釣れるのだ。次のターン突撃だな。もう1200まで来てるし、集大確保したいですね。寸国すごい800、ギリギリまでは通常攻撃で減らすか。ダカ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 、ここだ、ここで決める、突撃。はい、長所新探だったかな、捕らえました。集大突っ込んでくる。集大次はおめえだ、離れろ、突っ込む、くわえ。集大こそ捕まえたい。武力だけだったらちょっと4だとわからないけど、ナンバー2でしたよね確か。違ったかな。くわえ、連れて攻撃、攻撃、次のターンだな。次のターンになったらもう集大にも突撃かましましょう。パカパカパカ、お、集大撤退しようとした。周報も捉えましたけど、集大はダメだ、退却された。部隊が退却ってだけでしたね最初のメッセージは。くわえ、集大捕まえたかったな。強い武将はやっぱりなかなか捕まえられないですね。援軍部隊もそろそろ来てもいいと思うんだけどな。お、劉備軍の援軍が到着しました。余飯、
すごい3600。ドゥ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 、あの部隊ちょっと撤退させた方がいいかな。結構減っちゃってるな。逆に突撃されたらやられそうな気がする。おお、援軍部隊も参りだろう。やっぱ狙われてるな。長領は下げる。もう長領の方には行かせん。みんなで集中砲火じゃ。にしても孫成軍の援軍来ないですね。京南隣接してる都市多いんだけどな。あ、撤退しようとして龍拳捉えました。関数も捉えました。両藩も捉えました。孫成軍を退却しました。龍拳の勝利です。いやー、武将結構捕まえたな。集隊以外全員確保です。ででででー、新丹さん東洋お願い申す。逃がしてくだされ。嫌です。牢につないでおきます。上昇東洋、早々に切っていただきたい。やっぱ孫策軍、今は孫成軍だけど相性悪いな。周報もダメか。みんな牢につないでおかないとダメかな。龍拳もダメ、関数さんもダメ、両藩もダメ。うん、一人も東洋来ないですね。捕虜ばっかり。まだ高価の捕虜も残ってるし、高領の捕虜もね、残ってるんですよね、6名も。攻めるペースが早すぎて、捕虜の登用が追いつかない。ちなみに、慶応は2600しか兵がいなくて、霊領も2400、武領は8500とまあまああるんだな。もう高領と隣接してるからか。まあ次の狙いは武領かな。もう蔡宗が攻められる心配なくなったんで、蔡宗の兵も張さんに輸送して、攻めやすくしましょう。にしても調査金が2万1000とめっちゃありました。兵糧もマックスになっちゃったな。王老軍の捕虜になってた各将とか、劉備がいる高能に来ちゃってますね。ちょっと各将とかは移動しよう。高価最後の捕虜、趙高さん仲間入りです。では調査から武領に攻めます。孫成軍に休ませる暇を与えません。武領、ここがね、慶応、霊領、武領の中で一番兵があります。信玄、流言飛行仕掛けましょう。いりません、そんなものは。今、出陣できるのはこの5名だけなんですけど、城にはね、他の武将移動しております。どうしよっかな。5000ずつ持ってっても多分大丈夫。下の慶応がね、2000いくつしかなかったですからね。霊領も2000いくつだったから、まあ、仮に攻めてきたとしても、こっちは、高領とかからも援軍をくれるんで、4200残していけば大丈夫でしょう。圧石者も持っていく。これできっと籠城戦になるはず。金は、どうだろう。3000ぐらい。いやー、4000ぐらい持ってくか。お米は、2万5000持ってっちゃおう。いくぞー。大衆は天柱さんだ。共同戦線いりません、そんなもん。相手の援軍は下から霊領がワンチャン来るか来ないかですからね。テイクに発石者を取ってます。敵は2部隊構えてますね。いきなり突っ込んできた発石者に。いや、やるじゃん。一騎打ちはやだ。投石邪魔だ。あ、マジだ、攻撃外れちゃった。お、一騎打ちテイク、絶対嫌だし。なんで、受けなきゃいけないんだ、あんなもん。ちょっと下がろう。圧石者にゃー、近づけさせん。今度こそ集大捕まえてみせる。おー。くらえ、後ろでちょろちょろしてるやつ。ちょっとな、もうちょっと兵減ってくれれば突撃していいんだけどな。割と集隊逃げるの早いんだよな。1000いくつあった段階でも前回逃げようとしましたし。おー、やつでーす。だからだからだ、最後の舞台で突撃しちゃってもいいかな。ギリギリまで減らして、クソ、捕まえる。突撃やー、あったやったやったや、集大阻止を捉えました。オッケー、集大捕まえたのは大きいですよ。そしてあと1部隊にはひたすら投石の攻撃を行いながら
他の部隊でも攻めます。逃げようとしてるけど無駄だ。はい、上からも攻撃開始です。相手はね、登ったり降りたりずっとしてます。しかしはしごで戦うのは不利ですよ敵さん。まあ私としては嬉しい限りですが、もうこれで相手は下に降りる以外ずっとはしごです。ズン、はい、あ、トーカが退却しちゃいました。フソンも退却しちゃいました。ソンセイクは退却、あー失敗したな。まあとりあえず勝利です。まあ逃げ道は0秒しかないんでね、0秒で確実に捕らえましょう。ソヒさんもどうせ仲間になってくんねえだろうな。ローにつなぐ、集隊もダメですね。ローにつなぐ。武良の兵は21,800残ってますね。エイアンの兵がどれぐらいあるかわかんないのがちょっと怖いんだよな。ホートいるやん。ホートを仲間にしたいな。もう光陵もね、エイアンと繋がってるんですけど、長老軍と戦う時も近いっちゃ近いな。まあ、まず目先は霊陵と慶陽、こちら落としていきます。逃げた兵が合流して3900になったか。まあ、次は霊陵を落とすことを考えるか。まあ、慶陽落としてから霊陵でもいっちゃいか。ようやく光陵の捕虜、義援が仲間になってくれました。長かったなぁ。この武将はわかるんだけど、なんで義援こんな時間かかるんだってぐらいにかかりましたね。諸葛金とかもういけないかなぁ。あ、来た来た来た。もう、光陵の武将も仲間になってくれる月日経ったようですね。危ねえ、もう立つ、これ在野だ。両党も仲間になってくれるかな。いいとも。いや、素晴らしいですね。武将不足が一気に解消されるかもしれない。あれ、なんだ今、間違えた。こっちか。女性も仲間になってくれるんじゃないか、これは。ほら、来た。いや、いいよ、いいよ。今ね、慶南攻めたいんですけど、武将が足んないから、ここで仲間にした人を送るか、もしくは仲間になったから、考慮に置いといて、別の人を送るかして、攻めることができる。はい、損傷も仲間入り。あー、この武将、集金がなくなっちゃいました。考慮最後の捕虜、陸石も仲間入りです。では、芝居たちが効果にたどり着いたので、出陣します。狙いは上陽。兵士は8200しかおりません。深夜から援軍来る可能性はありますけど、まあ、来てくれたら嬉しいですね。深夜の兵減らしたいんで。孫権とか周囲とかもね、いるんですよね。しかし芝居。玄関とかどうするか。いや、周囲とか超魅力的だな。連れてくか。もったいないな。周遊。予防も盗撮すげえな。上皇より全然強いじゃん。義語同盟、いや同盟じゃないんだけど義語のね、2つの勢力の武将たちがめちゃめちゃ強い。どうしよう。芝居に玄関つけてあげるか。周囲に郊外つけてあげよう。予防には長江つけてあげよう。女皇には、光る学神をつけてあげよう。孫権には王祖をつけてあげよう。まだ武将は下に全然いますからね。兵士も8万とありますよ。すごい数。全員1万6000持たせました。まあ、おそらく敵は籠城してくると思うんでね。全員歩兵でいいかな。これで行きましょう。で、発石者は、どうしよう。2で十分かな。いや、3持ってくか。お金は1万ぐらい持ってきますか。兵糧は3万ぐらい持っていきましょう。彼女は労せずして、殿の手に入ることでございましょう。相手数千しかないですからね。大衆は、班長は移動したいしな。孫官もまあまあ強いけど、中世がどうしよう。微妙な人を大使にしたいな。東州さんでいっか。共同戦線必要ないけど、いやでも光陵、いやエアンと繋がってるか。どことも繋がってなかったら出そうかと思ったんですけど、いりません。やっぱり強い共同戦です。であれば孫権、周遊、芝居、発石者です。敵は3部隊でございます。いきなり逃げの姿勢見せた。くらえ、突撃。
さらに投石、さらにあれ誰も届かないわけはないんだけどな。来た来た、選択ミスか。おそらくこの手前にいる部隊を選択しちゃったな。前に出るぞ、関係はやー、しかしそんなの関係ねー、ガンガン撃ちまくるぞ。投石もうあと2しかない。でも投石でも捕まえることできたからな。あれ選択ができない、一番左をむしろ選べてなかった。はい、ゴーラン毛達を捕らえました。投石すごいな、遠距離なのによう捕らえるわ。孫成軍が到着しました。って敵の援軍ですね。まあ望むところよ、深夜からの援軍も全て倒す。わえー、すごい数、2万5000近くありますよ。これは大変だな。だが深夜の兵がそれだけ減ったということ、深夜はかなり攻めやすくなります。かんねー、矢が微妙にうざいな。まず倒せるやつから倒すって言いたいけど近すぎて当てられん。くらえー、パカパカパカ、まずは部隊数を減らすのじゃ。なんか逃げてったよ、しかし逃がさん。おいおい、あれこれか、おい、どうしよう。一部隊は接近攻撃だ、もう一部隊は上に行く。関連が逃げようとしてるのか、これは上に無理だーって。ドーンドーンドーン、もう突撃ちゃいましょう。くらえー、関連関東関田港を捉えました。よしよしよし、テーフを降りてきた。いやー、本軍倒しちゃったら終わっちゃうんだよな。深夜の兵も減らしたいからちょっと一旦本軍は置いておこうかな。でも撤退しちゃうか、これだとできれば撤退されたくないんだけどとか言いながら攻撃しちゃってるからな。よし、怪我した。1万7000まで減っている。よっしゃー、いいよテイクさん、一旦君は逃がしてあげるよ。撃つべーし、撃つべーし。俺がな、移動できないんだよな。タカタカタカ、移動できんか、一歩ずれられたけど。よし、敵も上にずれてくれた。これで全抜擢者の投石当てられるでしょう。よっしゃー、援軍部隊削りまくるぞ。抜擢者に攻撃すらできなくなったか。撃てい撃てい撃てい、という感じにね、ひたすら援軍減らして援軍部隊倒してから本軍倒します。相手部隊援軍1100まで減らしました。逃げちゃうかも。あ、原画に落雷ドルが備わりました。撤退まではしなかったけど、完全に逃げモードに入ってます。相手は前に出るぞ、圧席者捕まえらんないかな。撤退しないな。撃つべーし、あと400、撃つべーし。とどめのラストシュートと思ったけど攻撃できない。攻撃、はい、主幹馬領各種を捉えました。いいですね。ご飯は退却しました。細胞も退却しました。テーフも退却しました。孫成軍は退却です。デビュー軍の勝利。いやー、6人も捕まえられたかな。いや、もっと捕まえたか。いやー、素晴らしい勝利でしたね。もう達とよ、さすが劉備殿、見る目があるな。もう達裏切りやすいからな。ご覧、あ、ご覧も来た。劉将の武将は来てくれるな。干拓はダメですね。牢に繋いでおきましょう。関東もダメですね。牢に繋ぐ。関寧もダメ。そして、各種、お、仲間だった。馬領、
嘘、バリオもダメなの？主観さん、ダメですね。いやー、でもいいね。捕虜まだ5名もいますよ。金は1万ジャストか。深夜は1万2700まで兵が入りましたね。オッケー、オッケー。小生が序南で旗揚げしました。マジか。からしろだったところが、余計な勢力立ち上がってきましたね。当主と小生が同盟結んだようです。あ、やっと高能の捕虜各仲間入りしました。長かったわ。各結構各はね、すぐ来てくれるイメージがあったんですけど、中世引く劉備と相性すげえ悪いなこれ。お、調査の捕虜調査仲間入りです。調査もね、まだ結構捕虜います。では続けて常陽から深夜に攻めちゃいます。深夜覚悟せい。一応こっちに武将を大量に送ったんで、出陣できる人は別ですけど、さっきと同じメンツで行っちゃおうかな。義と五の優秀な武将でガンガン攻めたいと思います。今回の兵は全員8000にします。2万2000は残していきます。一応長老軍ともね、隣接しちゃってるんで、まあ軍馬とかはいらないかな。多分籠城戦になると思うんですよ。抜擢者3つ持って、いや2つでいいや。金は、まあ、100ぐらい。兵糧は1万5000持っていきましょう。我が軍の力を見せつけてやりましょう。その通り。大主は革新さんだ。で、発跡者は、芝居と、孫権だ。やっぱり相手は立てこもりました。敵は3部隊。いきなり発跡者に近づいてきました。いい度胸しとるやんけ。おい、相手1万2000ちょいか。まあ、この程度なら大したことはないですね。でかでかでか、2800か。やばい、前に出れない。くっ、完全に封鎖されている。おっと、でも道が開いた。黒い黒い、前へ出る。道が開いたんで攻撃ができる。まずはこの銅眼じゃなくて、なんだっけ、あの強度かな、強度連動とかの土平とかの違いがまだ分かってないんだよな、アイコンで。多分強度っぽい気はするけど。よっしゃー、よっしゃー、やえー。ちなみにもう深夜以外逃げる場所がないんでね、相手は撤退しないと思うんで、まあ突撃はしなくてもいいかな。今のところね、突撃しても撃ち取ったーみたいなことはないんですけど、やっぱ怖いんですよね。よっしゃー、いけー、逃がすなー。でかでかでか、テイフさん、発跡者狙ってくる。なんか一人逃げようとしてんのかよくわかんない動きしてますね。いやー、あと300、このターンでいけるか。とどめ、はい、テーフと半将を捉えました。もう孫成軍は終わりだな。前半はね、すごい勢いで勢力、前半てか中盤ぐらいかな、すごい勢いで兵力拡大してましたけど、やっぱ広げすぎましたね。なんか我慢に我慢を重ねて、うちの軍は武将確保してから広げ始めましたけど、孫策に関してはそんなに武将確保できてない状態から広げたから、結局守れなくなってんすよね。やっぱり慌てちゃあかんわ。攻撃、こいつで終わりだ。はい、細胞指示捉えました。あとは一部隊のみ。こっちに下がってきた。やえ、5000なんてあっという間に削ってやんよ。はい、敵は残り772です。てか兵糧、我が軍と相手の軍の足すと5万オーバーしちゃいますね。もったいなかったな。
とはいえ少なすぎるとこっちがね兵糧なくなっちゃうし、まあオーバーするのは仕方ないか。さあ残り200でございます。こいつでとどめだ。はい、孫成ご飯鳥類捕らえました。孫成軍の勲章を倒しました。龍軍の勝利です。これで残す孫成軍は慶南の2都市のみです。ふぅ、若君もだいぶ大きくなったな。暗礁東洋、まあ来ないよね。牢に繋いでおきます。テーフ東洋、牢に繋いでおきます。テーフアイテムを持っていました。攻撃力プラス3か。私アイテム全く部下にあげてません。牢に繋いでおこう。出資さんもサイボーは来るんじゃない。いや来なかった。牢に繋いでおく。鳥類さんもダメ、ご飯もダメ。牢に繋ぐ。孫成首切るしかない。そうか、もう逃げる場所がないからか。孫成さようなら。くえー、情けないな。世に聞こえし孫成今ここに散らん。これは誰が君主になるんだ。文平がその意思を継ぎ君主となりました。もう孫作軍ですらねえよ。孫一族じゃなくなっちゃった。深夜の兵は 32,700 ありますね。縁はね、前最後に見た時9万いくつだったんですよね。ただもう攻めようと思って洛陽もかなり兵が溜まってきております。ちょっと訓練度が低くてね、1月になるまで我慢しようと思ってずっと訓練してるんですけど、さりげなくね、独立した序談の小生さん、武将は増えてないから大したことないと思うんですけど、民中制度をね上げてくれてるんじゃないかなって気がするんですよね。どこも勢力がね確保してない場合民中制度はあかんないですけど、どこかの軍がね取れば民中制度って上げてくれるんで、まあある意味取ってもらってよかったかもしれません。常用に関してはね、この通り王類さんしかいないんで、まあそう簡単には攻めてこないとは思います。相変わらずね、どっちかというと怖いのは長安なんですよね。ここがもう10万超えてます、兵が。とりあえずね、今回は孫成の首を取れてキリがいいんで、ここでやめたいと思います。次回は文平軍となったね、慶応と霊陵を落として、さらに縁もねもう攻撃できるようだったら行っちゃおうと思います。最後によければ高評価ぜひよろしくお願いします。そして次の動画を見逃さないようチャンネル登録もよろしくお願いします。あとね、感想コメント一言でもいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。そろそろ長老軍も攻撃だ。チャンネルの再生リストにはゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているかぜひ覗いていってみてください。